県は有機フッ素化合物 PFAS による汚染状況を把握するため、県内すべての市町村で水質と土壌の調査を予定しています。このうち土壌調査について、玉城知事は今日の会見で、各市町村で来月から検体の採取を始め、今年度末に調査結果を発表する方針を示しました。土壌中の PFOS 等については、この調査結果も踏まえて、国に対して土壌基準等の設定を求めていくこととしています。現在国は暫定基準しか示していないため、県は調査結果をもとに基準値の設定を求めていく考えです。